おお、なんだ、びっくりした。じゃーん、待ってたぜ、ミツ。お互いどれだけ強くなったか、ここで比べるぞ。マジか。ポケモントレーナーなら、いつだって戦えるようにしておくのは当たり前、待ってなしだぜ。あ、なんだ、こいつとのイベントがあるからか。しょうがね、戦ってやるよ。お、数が増えてる。ハリア。行こう。ムックル。まだムックルなのか。俺はもう進化しちまったぜ。ってか、レベル的に進化してんだろ、もう。そっか、こいつとのイベント戦があったから、そういうことか。で、倒す。ちょっと急に来たからびっくりしたけど。丹野くんレベル上がるかな。ポニータ、ポニータ変えよう。じゃあうち入ってこい。水遁の術。ポニータ、さ、水鉄砲。あ、でもレベル20か、結構強いな。レベル20でジム戦はきついかな。次回までにレベル上げとく。ちょっと不安になってきちゃったね。お、引っ込めた。なんだ、すごいものってなんだ。うわ、ロゼリアかよ。タイプでご了してくるか。今一つ。じゃあこっちは待つぞ。まだ大将は出しません。待つぞ。で、攻撃下げーの。しびれか。メガドラ使ってくると思ってた。モッツル、お前に麻痺は効かん。大丈夫だ。メガドラは効かない。いけ。オッケー、ナイス。一発。話にならんぜ。ポニータ、またポニータね。で、宇宙波に戻す。で、あと残ってんのはナエトルでしょ。いいな、俺もポニータ欲しいな。で、水鉄砲。水鉄砲はどっちなんだろうね。特殊なのかな。ああ、特殊っぽいね。下がってないもんね。よし、もう一発。だから意味ないって。学習能力はないのか、こいつには。水鉄砲。さらばボニータ。で、レベルアップ。で、ついでに、丹野くんもレベル上がって進化なんてことはないかな。アクアジェット。おお、なんだ。アクアジェット。なんか潜在の名前みたいだね。目にも止まらないものすごい速さで相手に突っ込め。必ず先制攻撃。おお、石化みたいなもんか。水鉄砲と威力同じ？どうしようかな。スピードスローいらないか。オッケー。アクジェ。あ、でも、いっか。まあ、いいや。あー、丹野くんレベル上がんねえ。ぽったいし。ぽったいし。あ、そうだ。ナエトルじゃねえや、こいつ。そうだ。ナエトルは、ヒカリちゃんだ。さ、ライト行ったって。ぽったいし。進化したね。おお、中途半端。あ、しまー、違えた。体当たってどうする。あれ、こいつ進化するとさ、あれだっけ、水と鋼になるんだっけ。めんどくさいね。スパーク、スパーキング、ヒロノブ先生、スパーキング。あともうちょい。泡。なんて可愛らしい攻撃でしょう。さ、おしまい。ま、傷薬を使ってこないのはね、褒めてあげよう。
大将を討ち取ったり。オッケー、これでいい加減レベル上がるだろ。上がんねえ。マジかよ、くっそ。わあ、また負けたのかよ。これじゃ最強のトレーナーに挑む俺の夢が。いや、もっと強くなって勝ち続ければいいか。よし、次はトバリシティのポケモンジムに挑戦するか。うん、トバリシティ。これでさ、ジム戻ってないかな。せっかくハリアと戦ってやったんだからさ。帰ってきた？くそ。対戦、対戦、また対戦。改めまして、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミツです。第12回目かな。ポケットモンスターパールの実況やっていきます。よろしくお願いします。まあ、最初の5分ぐらいね、ハリアと戦っていたんですけど、まあ、あれからですね、ちょっとポケモンたちを強くしたり集めてたりしてました。いかんせんトレーナー戦とかでもね、レベル20前後のやつらがね、ちょこちょこ出てきてるんで、こっちもレベルを上げようと思って、強化してました。で、ですね、まずはボックス内、まあ、いろいろ変わりましたね。まず、コウジがゴルバートに進化しました。レベル22で進化したので、ここまでです。で、次、ゴロンですね。もともと石つぶてだったんですけど、レベル25まで上げて、ゴロンに進化させました。次、キュータ、レベル25で同じように進化しました。で、この2体については、それぞれハートゴールドの方でスタメンに入れていたので、今回は入れません。同じの入れててもね、面白くないからね。で、次、ついに丹野くんがギャラドスに進化しました。レベル20です。おめでとうございます。やっとですよ。本当に長かった。長かった。で、こちら、リーシャンを手に入れました。天眼山で、出てきました。エスパータイプのポケモンですね。名前は鈴です。まあ、鈴みたいだからね。次、ヒルナンをレベル25まで育てました。次、サロンパレベル25まで育てました。あと、2レベル。確か27とかそこら辺で剛力に進化した覚えがあるんで、あと2レベルですね。次、アフラレベル25まで上げました。まあ、成長してって進化してないポケモンに関してはレベル25まで上げきっています。次、スタメンも全部ね、レベル25まで上げてきましたが、特にこいつらは変化ないかな？多分ないと思います。紹介、あ、そっか、カエデが進化したぐらいか。カエデ多分紹介してなかったですよね。レベル2、まあ、元ね、16の時かな？に、ユンギラに進化してました。紹介してなかった気がする。で、あとはいないかな？あとはもう全部紹介してたと思うので、いいでしょう。まあ、こういうね、サブのポケモンたちも地味に育ててます。いやー、結構時間かかってしまってですね、今のプレイ時間が、レポートじゃない。まあ、今、ちらっと見えたと思うんですけど、34時間6分。くそ、当初の予定よりちょっとね、時間押しちゃってるんですけど、ジムバッジ今のところ、2つですね。2つ集めてて34時間です。本来であればね、30時間以上やってるんで、ジムバッジは3つ持ってなきゃね、おかしかったんですけど、ちょっとね、育てるのに時間かかっちゃいました。もういいや、ほら、ほっとけ。で、ちょっとね、このジムリーダーのね、絵を見てたらですね、明らかにメリッサっぽい人がいて、で、この人3番目じゃないということが分かりました。だから、ここのジムはまだ戦えないみたいですね。あくまで予想だけどね。だから、なんだっけ、ハリアが言ってたやつ、トバリシティだっけ？そこに向かわなきゃいけないのかな？タウンマップ。トバリってどこ？のもせ。どこだ？遠くね？ここ？あ、へえ、こっちに行かなきゃいけないの？こう行くのか、それとも下からぐるーって回ってくのかな？3つ目のバチ遠いな。じゃあ、とりあえず近い方から行こうか。Z ターン。あ、って言っても、こっち210。ちょっとピカチュウは残念ですけど、諦めましょう。今はね。とりあえず右に行って行きましょうか。東の方から回っていこう。じゃあ行きますか。随分時間かかっちゃったからね。どうやって行くんだ？あれ？で、こっちか。
で、そうですね、今口内炎ができててですね、あの薬を塗ってて口が麻痺してるんで、超滑舌がねいつも以上に悪いかもしれませんが、お許しください。君のポケモンはどのくらい育ってるのかな。全員レベル25。これにつきます。うわ、なんだポケモンブリーダーのハルキ、ハゲじゃねえんだ。ハルキ嘘ハチ、まあいっか。これウソッキーにはレベル1で進化するんだよね。金銀で出てきた時ってレベル25とか20でね捕まえた覚えがあるけど、あれかな、夏季進化なのかな。オッケー、話にならない。つぼみ、ポケモンブリーダーはあれかい、草タイプを出してくるのかな。アロマのお姉さん的な感じなのかな。カイングルマ、まあレベル25まであれば3つ目のバッチいけると思うんだよね。今までのシリーズを思い出してみると。オッケー、ピチューだ。ピチューピチューピチューか。あ、電気タイプに対応できるやつがいねえな、そういえば。まあ相棒でいこう。ピチューだ。レベル17のピチューか、ずいぶん強いな。カイングルマ、オッケー、文句なし。まあノーダメだからね、全部一発で倒せた。この上何、何が出るかな。わあ出た嘘ハチが出てきたぞ。そうか、こういう風に出てくるのか。てっきりあのピチューとかと同じかと思ってた。岩タイプだろ。火炎グルメじゃ殺しちゃうかな。ちょっと残れ、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 よし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 、いいぞ。けだぐりはいいでしょ。どうすっかな。まあ減らせますか。ビエン、今まで草タイプってあんまり入れたことがなかったからね、スタメンに。なんか新鮮でいいね。あ、毒ちゃった。やばいやばいやばい、死ぬ前に捕まえねえと。捕まるかな。レベル16でモンスターボールか。今回ダメだったらスーパーボールにしよう。よーし、捕まった。オッケー、ウソハチ。ウソハチか。どうしよっかな。ウソハチ、盆栽ポケモン。乾燥した場所を好む。目から水を出して体の水分を調節する。目から水出すの？すげえな。マジか。うわぁ。マジかよ。お前の名前は今日から目からだ。目から。目から水出すってすげえな。うちはでもできねえぞ、そんなこと。うちはは後頭部から出すけどね、水をね。お、釣り人だ。うむ、いい釣り竿は本当にいいよ。ありがとう。これあれじゃない？とっさきん、とっさきん、とっさきん、とっさきんが取れるんじゃない？とさきん、とさきん、とさきん釣ってみようぜ。いい釣りだ。おい、釣れないのかよ。まだまだ諦めん。来い、とさきんと来い、とさきんと。ビンゴー、来た、トサキン。お、レベル21、なかなか強えな。大丈夫かな。水鉄砲とか来たら怖いな。マハパンチ、確実に与えてく。うお、水の波動まずい、相棒まずいぞ。ギャース。あー、でもそんな食らわないね。混乱する。よし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 、マッパマッパ、とりあえずマッパぶち込んで、よし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 。相性悪すぎだろ。あ、角で作ってあれなんだ、ノーマル技なんだ。飛行タイプだと思ってた。ビーゲンでまた毒っちゃうかな。めんどくせえ、めんどくせえの使ってきたな。そうか、トサキンとって超音波も使えるんだ。へえ。相変わらずうちのポケモンは混乱に弱い。
いけ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 、外すな、くそ波動、これはいいでしょ、全然効かない、よし、オッケー、いけ。レベル20までいくとどうだろう、モンスターボールでいけんのか。うわっ、やべ、ああ全然食らないね。よし、行こう、モンスターボール、そろそろきついと思うんだよね、モンスターボールも。とか言って捕まるのが俺です。いいね、案外捕まるもんだね。イエイ、トサキント、金魚ポケモン、ゴノットのスピードで泳ぐ、身の危険を感じると鋭い角で反撃する。ゴノットってどんぐらいなんだ、わからん。トサキントか、バンク、お前はバンクだ。こいつもアズマ王になるまで育てようかな。よし、満足満足。おい、あ、君も毎朝ジョギングしてるかな。あ、なんだ、トレーナーじゃないのか。ジョギングね、しといた方がいいのかもしんないけど。よし、オッケー、取れるもんは取っておく。まあ、使うかどうかわかんないけど。ダブルバトルか、行くか。双子ちゃん、一緒に戦うから私たち強いんですよ。まあ、コテンパンのコテンパンにしちゃうんだから。どっちがどっちの声か忘れた。最高、リカとミカ、嘘はつとまねね、てか、これよくわからないやつだったぞ。まあ仲良くレベル19だ。どうすかな、じゃあ嘘八を相棒に任せて、で、マネネを持ってるか倒すか。よし、じゃあとりあえずマッパぶち込んで、で、翼で撃とうか。マッパー、うん、さすがに一発でもいいか。こっちもいい削りじゃないか。おお、一発でナイス持ってる、いいね。うん、オッケーオッケー。あ、そっちにある、あー、ちょっとも、うん、今のはモッツにやった方がよかったんじゃないか。うん、どうすかな、まあ、みんな耐えてるよ、どうせ相棒が倒すよ。オッケー、うん、鉢植えっていうよりはな、なんかな、どんぐりとかのしか見えない。ほえーほえーって、あ、ピカチュウがいる、なんだなんだ、ピカチュウが勝負仕掛けてきたぞ。そうか、ポケモンがポケモンは、なんだよ、ポケモンごっこの千尋ちゃん、あら、神隠しに会うぞ、ピカチュウ、女の子、くそ、騙されたわ、せっかくポケモンがポケモンを使う時代になったのかと思ったのに。一撃、話にならねー。オッケー、333、ポケモンごっこか、あのアイテムがすごい気になる。よく渡る、うん、そんだけ。そんだけ。来い、あれ、トレーナーじゃないの、こないだジョギングしてたらポケモンに追いかけられてね、思わず海の上走ったよ。すげえな。さあ、行こう。お姉さんとのバトルならいつも関係ですよ。あ、真冬ちゃん。まねね。こいつは何なんだ、燃やしてくれる。結局こいつはタイプはよく分かってない。一撃、レベル上がるかな。よし、オッケー、26、相棒はレベル30いくつで進化だ。フェイントってなんだっけ、フェイント、あ、で、いやいや、いない、そんな 上級な技は使えない、俺には。すごみー、ハイングラブシャーン、オッケー、まだまだ弱いの。ピーピー来たな、ギエピーが来たぞ。DAP にはマッパで十分。こいつも天眼鏡で散々倒したからな、経験値70ぐらいしか取れなかったけど、77だったかな。でもトレーナーだとちょっと多い。そう、めっちゃ大事に育ててるからね。何回ポケモンセンターを行ったり来たりしたか。なんでここだけ穴ぼこがあんの。お得な掲示板、バッグの大切なものポケットにしまっている道具は登録しておけば。あ、知ってます。これなんだ、壊れた石の塔がある。持っている金名詞がちょうどハマりそうだ。使ってみる。石の塔が元に戻った。御霊の塔と書かれてる。は？なにこれ？ん？わからん。
なんかとりあえずは良かったみたい。何？ん？なんだこれ。わからん。まあいいや。アイテム、アイテム。眠気覚まし。オッケー。これチャリ使えってこと？ほっ。でも捕まる。ねえ、どっから来たの？どんなポケモン持ってるの？すべてお見せしましょう。じゃあカウガールの兄、かわいいじゃねえか。こんな見たんだ兄。ピッパ、手持ちが多いからレベルが低いな。みんなカウボーイとかタイプが全く読めないで、あれかな、ノーマルタイプなのかな。みんな、数でご利用してくれるのは構わないんだけど、ちょっとめんどくさいな。経験値も少ないしね。おい、ビッパだけまさか、やめてくれよ、マジで。さすがにもうマッパを連発するの飽きるぞ。さあ、ナッパ。避けるナッパーって。オッケー。おい、ビッパ。逆にさ、こんなにビッパをさ、集めててよく飽きないね。同じポケモンばっかりやってて。あれか、厳選してんのか、このビッパを。だったらメンバーの中に入れとく必要ないよね。厳選中でたまたま俺と出会っちゃったみたいな感じだったのかな。本当にビッパしかいねえぞ。最後ビータルかな。終わりかな。さあラストラスト、最後までビッパかよ。なんだよ、何の面白みもなかったな。ナッパー、オッケー。兄ちゃん、そう、わかる？おっしゃれだからね、おっしゃれ。仕事サボってたの、父さんに見つかってないかな？仕事してんの？うわ、なんだあのアベックは。関わりたくないな。お、抜けられんじゃん。これ、いけんの？無理だよね、これ。降りる用かな、これ。無理だよね。無理だね。降りる用だな。魂の眠る場所、ここがロストタワーなんだな。あ、なんか中肉臭いところか。あー、アイテムが取れない、くそ。アベックはいいとして、ロストタワー、なんだなんだ、お墓、敵が出る、なんだ。トレーナーとかいるのかな。いた、戦うか。で、出たお化け、助けて僕のポケモン。あれか、お墓的な感じなのかな、やっぱり。ポケモンタワー的な。スカンプ。あ、こいつがあれか、前に出てたスカタンクの進化前か。あの、クソやつね。なんとなくノーマルっぽいよね。ほい。あら。つかなかった意外と。痛い。こういうさ、連続技乱れてきまそうだけど、なんでさ、敵はさ、5回当たることが多いんだろうね。こっちから使うときにはさ、2回しか当たんねえことが多いんださ。あれはね、昔からずるいと思うんだよね。空隠し、あ、あれか、タイプ覚えてないの、なんだっけ、水だっけこれ、よくわかんないんだよね。とりあえずマッパ、もうわかんないでマッパにしとく。メザパ、気候と水じゃなきゃいいです。よしよし、オッケー。マッパで、こいつも悪い。今回はトレーナー戦ばっかりだな。オッケー、レベル27。いいよ、コロトック虫か。オッケー、これターンって。火炎車、我慢しきれないと思うけどね。終わーり、オッケー。うん、オッケー。罰ゲームでロストタワーに来たよ。てっぺんまで行って秘伝マシン持って帰るんだよ。お、まんまり石。秘伝マシンが手に入んのか。てか、まんまり石ってなんだ。まんまり石、まんまり石、まんまり石、まんまり石。これか。ある特定のポケモンを進化させる不思議な石、玉のように丸い。使えねえな。へえ、水の石とかだけじゃないんだ、進化できるのって。意外だった。最上階に行って秘伝マシンもらうか。じゃあ何がもらえるんだろうね。ズバッとしか出てこないんだけど。うー、なんだ、
俺のポケモンは殺されたギンガ団にな。それ以来どんなポケモントレーナーも許すことができないぜ。それどのトレーナーってのはおかしくないか。スキンヘッドのギョロド、背中ギョロドスはかっこいい。いや、そうだな、趣味はいろいろだからな。別にバカにしちゃいけないんだけどさ、こんなやつがピー使ってくると思ってなかった。ずいぶんかわいい、しかもメスかよ。超かわいいんだけど。一撃。いや、かわいいな。かわいそうに。まあ、かわいかったぞ。しっかりしてやってくれ。元気のかけら。オッケー、四天王まで取っておこう。ハゲオヤジ、ここに来るとなぜだか戦いたくなるのだ。だーって。そんなこと聞かれても知らんよ。こんなさ、墓場に子供を連れてきておいてさ、戦うね。あいぼう。これは事務所行くまでレベル30までいけるかな。さすがにそれは無理か。オッケー、中金。なんかな、野生のポケモンの方が強かったぞ。ピカチュウ。じゃあ次、ライチュウか。大好きクラブっていうか、ピカチュウ大好きクラブだろ、こんな。男の子だから尻尾がちゃんとしてる。はい。ライチュウ相手だと、カイングルマの方がいいかな。あれ、ピッチ戻った。そこはライチュウにしとけよ。ライチュウは好みじゃないと。はい。オッケー。経験値が低い。全然くれない。まだつかない。うわ、いっぱいいるな。どうすっかな。ちょっと今回時間が結構来ちゃってるんで、ちょっとごめんなさい、中途半端ですけどここで止めときます。敵出てきちゃった、ごめんなさい。とりあえずここまでにしておきます。ごめんなさい、本当に中途半端ですけど、Twitter とブログやっておりますのでぜひ覗いてみてください。次回このロストタワーで秘伝マシンを手に入れて、どこだっけ、トバリシティに向かいたいと思います。できれば探索までやりたいなとは思いますけど、ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。カラサルス、サナギポケモン。糸についた朝露を飲んで進化の時を待ち続けている。硬い眉が攻撃を防ぐ。アゲハント、蝶々ポケモン。花畑が満開になると花粉を集めて飛び回る。姿に現わず凶暴。マユルド、サナギポケモン。硬い眉に包まれて相手の攻撃をじっと耐えている。相手の姿は忘れない。毒ケイル、毒牙ポケモン。襲われると激しく羽ばたいて猛毒の粉をまき散らす。日が暮れると行動を始める。ギャラドス、凶悪ポケモン。争いの起こった村を焼き尽くしたという記録が古文書に残されている。